楽しいんですけど、今日特にうわーってなりました。今日マイティになってればいい。あ、赤と青かと思った、違うかった。こんばんは。販売出てそう。お、さっきね26日の何個かもね、あの外れたって言ってくださってて、日曜日ヒロエロ公演見ること、おーやった、お待ちしております。伝説の毎月さんやったポニーテール。そうミュウとね、なんかミュウが髪型何すんのって聞いてきて、なんかお疲れ様です、なんか一緒にしたいんかなと思って、一緒にするって聞いたらするってなりました。すごいじゃん。そういつも楽しいね、大阪魂してたらかん公演ってめっちゃ楽しいんですけど、なんかやっぱり公演中のその掛け声やったりとかっていうのも今日結構多くて、そういうのもねすごいつながります。こんばんは。初日の五分はずと、お、やったー、めっちゃ揺れますよね、ごめんなさい。クラスカさんコロナ、そう皆さんも最近ほんまに感染者数増えてきてるので、私もマスク。お、ミラーボールありがとうございます。愛用のマスクです。これ気持ち、最前入れて嬉しかった、ありがとう、来てくれて。ゆっちゃんとメンパチ、そうなんかね、全ては途中経過の2サビ終わりにこう斜めに一列になるところがあるんですけど、そこでねヨミさんと目が合うんですけどね、楽しいですね。やっぱりね、なんか先輩方と同期とも目合うの嬉しいけど、なんか先輩方と目合うのもめっちゃ嬉しいんですよね。マイミューポニって可愛すぎて保護保護団体。マイありがとうございました。公演そうハッシュタグもね考えたいけど、ね、いいの思いつかへんくてさ、なんちゃらやまマイちゃんしか思いつかへんかった、昨日夜な夜な考えてたけど。お、人違いですさん、ミラボラありがとうございます。こんばんは。お、コスピーさん、米だわら、これ米だわらありがとうございます。投げたけど1枚しかないぶできたけど、15秒で何しようか悩み、あー15秒でし、何やろ、なんかできる、タケノコゲームとか、一ニョッキ、二ニョッキで終わるわ。あ一ニョッキ、二ニョッキで終わっちゃう。今日の声もよかった、ありがとうございます。この間の漆黒のチェイサーチャレンジね、カリンちゃんとシオンちゃんの3人の絡み最高だった、そう楽しかった。今日速球にマイティーユッチャー作ること決めました、やったー。次持ってきてください、ぜひ。楽しみ。はるちゃんと目合わせの子でそう。母校はね結構変顔できるポイントがいっぱいあるんです。ツイッターにレイコさんと私あんま写真撮れへんの。撮ろう。
撮ります。レイコさんとのツーショット。今日のウィンクの冗談の投げキス可愛くて言ったん。なんかリップ濃くなっちゃった光かな。まあ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 。はるちゃん呼び、はるちゃん呼びね。え、なんかね、はるかさんって尊敬するところがいっぱいあるんですってなると、いやなんかね、先輩、いやコトさんもね、ほら今コトさんになってるんです。戻っちゃった。でも明日ちゃう、明後日怒られちゃう。コトちゃん、なんかね、いや頑張ります頑張ります。こんばんは。お話から外れてしまった。嘘、そんで寂しいけど外れるのは嬉しいんです。うーん、分からん こんばんは。モニター恐ろしいよって。そう、なんかツインテールか、え、そう、これめっちゃ聞いてほしい皆さんに。なんかツインテールかポニーテールってなったんですけど、私ミュウのポニーテールがほんまに好きで、そう、なんかミュウ最近その昇格してからツインテールかハーフツインしか見てないなと思って、多分これをファンの人、ミュウのファンの人はポニーテール見たいやろなと思ってポニーテールにしました。めっちゃ可愛くない？ミュウのポニーテール、めっちゃ好きなんです。これめっちゃ今日5回ぐらい言ったんですけど、ミュウのポニーテールがほんまに好きなんです。なんか多分髪の毛の量が少ないから、しかもちょっと短いから、なんか飛んだ時とかこんなんなるんですよ。それがめっちゃ可愛くてご利用ししました。今日は好き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 ビームありがとうございます。最近まいちゃん気になってます。いいぞいいぞ、まいちゃんいいぞいちにょっきで負けちゃうな。え、早急、早急、早急。え、でも私知ってるんですよ、あの昨日のキーに今日って書いて昨今って読むんですよね。知ってるんです、これ。すごいでしょきょうも可愛いです。定期ありがとう。定期こんばんは。たまに変なことしたくなるまいちゃんそう、なんか変なことしたくなるんです。私先輩にもなんかほんまはちょっと甘えたくて、でも甘えれる先輩ってやっぱり今までななほさんとかでいなくなっちゃって、そうだから最近はれいこさんとか、ちょっとはるかさんの前でも変なことできるようになりましたなんか素を出せるようになってきました。嬉しい。そうやっと死後はおつおつおは、仕事終わって、仕事終わったやったら、あ、おつか、おつ終わったらおかしいか。今日の公演、レイコちゃん推しの友達できました。お、ありがとうございます。なんかいいね、連番っていうん、こうなんていうん、女性専用席とかやったらさ、え、今真ん中の席も連番ってできるんですか？2人で入るっていうのは。今多分グループ席とかどういう仕組みになっとるんやろう。今平山さんしか勝たんとき、平山さんしか勝たんで
勝たんで、勝たん、平山さんしか勝たんで。こんばんは。中頃の日程の真ん中中、あ、ちょっと全然違う、あ、待って、あ、中頃の日程の真ん中くらいの部なら当たりやすい。あ、確かに、やっぱり26日とか応募してくる、初日応募してくださる方とかすごいいらっしゃるかもしれないです。でも早く喋りたいもんね。まあ、もう早く喋りたい、早く喋りたい、もう明日、明日にでも喋りたいもん。早く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 喋りたいな、会いたいな、会いたいな。呼ばれた気がした。今日はミュートお揃いです。そう、チーム N も一緒やからね、ミュートは。ライちゃん高めツインな、高めツインほんまにいつかいつか、あの、できたらやります。あの、関西人の行けたら行くわ、いかんやつみたいな感じで、できたらやります。え、すごいですよ、昨今って読めんの。昨今って皆さん読めますか。昨今でどうやるのか。そう、昨今何様なんだやろ。あ、なんか教科書かな。ここ最近ラーメン食べるペースでマイルーム見れるのです。やったー、なんて褒められるのが嬉しいや、褒められるのも嬉しいんやけどね。え？なんて褒められたら嬉しい。なんやろ。なんか可愛い、やっぱ可愛いは嬉しい。みんな嬉しいよね。やっぱ女の子は言われて。可愛いも嬉しいけど。かわいいかな。ニヤニヤすんな。あ、やっぱ今グループワークか。基本的に通路側の席。あ、そっか。うん。うまい棒ジュニアに値上げやって。嘘、あのうまい棒が。え、嘘、うまい棒、うまい棒何本買えるやの、ノリできひんくなりますね。じゃあ、うわ、明日か、髪染めるの何色にする？明日染めるんか。ね、で前個人的にやってみたいなと思うのはミルクティーベージュっていう王道なやつでも、なんか、ね、どうなんやろ、冬やから寒色系でもいいんじゃない。なんか肌の色とかもよるかもしれへんけど、ちょっと青みかかった黒とか、いや、茶色に染めたいん、どうなんやろ。それでもね、こういう色いいよね。 これはちょっとちゃうか。え、これぐらい、なんかいいのないかな。これくらいの茶色とか、あ、ちょ、茶色すぎた。うん、なんか、なんかいい感じのやつ。いい感じのやつ。ポニテ見れたから前の方角にお辞儀してる。恵方巻きみたいに言うやん。今年恵方巻きどこなんやろ。
最近近所に3軒ラーメン屋さんできた。いいな、いいな、いいな、ラーメン食べたい。あ、でも面白いって言われるのもやっぱりこれは関西人の宿命として嬉しいです。なんかね、センスいいとかも嬉しいですよね。センスいいとか、なんかね、はい。可愛いを多用しまくると信頼を失うのが男だ。そういうこと。みんなに言いすぎるからってこと。最近いろんなね、値上がりしてるよな。どうしようね、どうしよう。だって前公演のチケット代も結構上がったじゃないですか。そうだからこう、なんやろ、お値段以上ニトリみたいな感じのさ、こう満足感のある公演、私たちもねお届けしないといけないので。入っていきたいラーメン屋、ナンバにある、どこどこどこ、ナンバのラーメン屋さんを制覇したい。ハーフアップ大好きおじちゃんだから、この前すごくストライクな公演だ。お、なんやろ、空砲とかかな。可愛いよりも綺麗って言われたい人いるけど、でも、あ、綺麗も嬉しい。でも綺麗なん、いや、どうなんやろ、どっちも嬉しいよね。なんか可愛いけど綺麗みたいな人に憧れる。可愛さもあるけど綺麗さもある人みたいな、いいなって思う。お疲れ様です。出た。そう、ちいかわなんですよ。めっちゃ好きやん。はるかさんです。イエーイ。はるちゃん、はるちゃん。聞いたで、なんかマイティがショールームではるかと遊びに行った時に、うん、あの話止まらんくて口がパサパサ。なんかほんま喋りすぎてなんか全然話しつかなかったですよね。ずっと喋っとったな。そうなんです。楽しかった。また行こうね。行きましょう、ぜひ。何その目。帰りづら。お疲れ様でした。はるかさんでした。その前ご飯行った時ほんまにね、話止まらなかった止まらなかったんです。ね、髪の色でもなんかね、染めてほしいですか皆さんは。お疲れ様でした。みんな帰っちゃう、みんな帰っちゃう。どうなんやろ、あんちゃんもお前染めてたよな。マイっておすすめの赤から鍋作って、美味しいやろ。赤からマイが作ったわけじゃないけど美味しいでしょ。そう、定期的に食べたいな、赤からは。はちきちゃんのブログでちょいちょいこと、そう、なんか今日さ、あのみおちゃんも、みおち、みおちもね写真載せてくれてて嬉しかった。レイコにマイとのツーショット欲しいって言った。マイ、待って、レイコさんのツーショット、いや探したらあるけど、ちょっと、あ、ある、あるあるある、あの ONN さんの時にめっちゃ面白いの撮れたんです。ちょっといつか載せます。忘れないようにしな。私ね、前髪自分で切る人なんです。もう小学校ぐらいから自分でハサミ持ってた。そう、足、あ、そう、スタイルとかも褒めてくださるのはすごい嬉しいです。うわっ
るかさんですよ。はるちゃん、はるちゃん。そう、一気にね、はるかさんと仲が深まりました。これ今までは公演リハ終わった時とかも全然喋れなかったんですけど、やっぱりなんやろ、なんかね、なんか似てるようなとこあるなと思って、なんか親近感が湧いて、全然自分からも話しかける、なんかこうなんて言うんですか、公演の話とかじゃなくて全然プライベートの話ができるようにもなりました。そう、前もね、ちょ、ごめん、めっちゃ話変わるよね、ごめんなさいこれはコメントの遅延のせいなんですけど、そう、なんか今の色が結構真っ黒ではないんです。だからなんかこの髪色ともおさらばするのはちょっと寂しいなと思って。そうそうそう、一回染めたらね、その後が大変やなって思うので、こんばんは。まいちゃん今日もかわいい。チーム体制始まった N の誰と仲良くあります。私はもうね、やっぱりかりんさんと仲良くなりたい。なんかね、こう、私今まで憧れの先輩アーヤンさんって言ってて、でこうやっぱりなんか今の NMB メンバーの中で尊敬する人はって聞かれた時にかりんさんやって思ってパッて浮かんだのが、やっぱりなんかもう、まあ、ゆみさんとかうかさんとかなぎささんとかちひさんとか大先輩の先輩方、みゆきさんとかもなんかすべほんまに尊敬してするさせていただいてるんですけど、なんか憧れってなったらかりんさんだと思って。でもね、やっぱりもう不動というかね、そう、昨日も私なんかあやんさんとのあのツーショット見返してなんか泣きそうになって、なんか未練たらたらのそう、未練たらたらになんかずっとあやんさんの写真とか見てて、会いたいなってなりました。平山家ペット飼ってないんですよ。今の髪色で何、そう、なんかまずはこれで覚えていただこうと思って、そう、この髪色抜かずにトリートメントカラーとかで、あ、でもなんかありますよね、トリートメントとかなんかカラーバターみたいなやつ、すごいね日本。新声のせトリート、え、もうね、いや言ったらあかんのは分かってるんですけど、言わへんけど言わへんけどね、ですって感じです。なんか泣いちゃう、私もう練習始める前から泣いちゃう泣いちゃう。かりんちゃんとの話をしてくれる、なんかそう、私のことを応援してくださる女性の方たちって結構かりんさんも好き、前も好きみたいな、そう、なんかそう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 、なんていうんですか、推しかぶりじゃなくて、なんかなんていうんやろ、二人とも推してくださってるみたいな方すごい多くて、ありがたい、そう。でもやっぱり7期って
かりんさんすごいもうみんな好き好きって言ったから私は言い出せなかったんです。でも実は私もこっそりこっそりこっそり好きやったんですけどそう好きやし、なんかわっなんかすごいなって思います。ちょこれさ言っていいかな、言ったらあかんことではないんですけど、この間コンビニに行ったんですよ。でその時にそしたら未来さんとかりんさんもコンビニにいて、でそのまま3人でお買い物をしてたんですね。で帰る時に前から車が来たんです。じゃあかりんさんがパッて腕を引っ張って内側に寄せてくださって、なんかえってなんかそのままどっか走っていきそうになりましたそう、なんか私が一番外側歩いてたんですけど、じゃあなんか違う話しながらこうナチュラルにこう腕を引っ張ってくださって、あーこういうとこかって思いましたねね。あれは私もそう、なんか写真見たら思い出しますよね。そう、私なんかアイアンさんのモバメとかも撮ってたので、ずっともなそのモバメの写真とかもずっと保存してたの、してたので、そういうのを見返してあーってなりました。エルの声もぜひ待ってください。こっそりこっそり好きなのね。ね、イケメンですよね。そう、やっぱりなんかパフォーマンスとかもね、なんかほんまにこう DMM とか見てても勉強になります、本当に。しかもなんか特にキュンマートさんの公演って結構曲のなんていうんですかね、あの雰囲気が結構ガラッて変わるとこが多いじゃないですか。特にあの真ん中のセンター曲ブロックとか、そういうのとかもめっちゃキュンマートさんの公演もこう、私は大阪魂の DMM も見るけど、こう自分が出てない公演とかもよく見るんですけど、やっぱすごいなって思います。なんか渚さんとかもなんかもうあれはどういうですかすごいですよね、表情の作り方というか、ほんまになんか引き込まれるパフォーマンスってこういうことなんやと思って、ね、惚れてまうやろですよこんばんは。マイティの DLB で、あ、Don't Look Back？ DLB って略すんや、かっこいい、かっこよくて惚れかけました、やったな、やった、こんばんは。そう、私アーヤンさんに選抜に入れましたって報告をしたいんですけどできないので、知ってくださってるんかな、どんなんやろ。でもなんかね、いつか会える機会があれば言いたいなって思います。劇場のなぎちゃんめちゃめちゃ、そう、なんか普段とのギャップがすごすぎてね。じゃあそろそろ、あ、今日あのお先にね、ちょっと BLT さん、何月号でしたっけ、3月号2月号でしたっけ、あ、ごめんちょごめんどっちやっけ、そう、お先にちょっと今日見たんですけどね、エモエモでした、エモエモ、3月号かよかったのでぜひ。なんかね結構ありましたよ、6ページぐらいかな、
6ページか7ページかなんかそこら辺結構ありました。そう、水族館で撮っていただいたんですけど、なんかね、エモい彼女感、彼女感いや、なんか普段なんかファッションショーに出てきそうなワンピースと、あとはなんかポストカードにもあったあの衣装でそう、一番の注目はその私のナチュラルな感じからミュウのグラビアっていうそのページの境目がめっちゃおもろいんで、そこをぜひ注目してください。ぜひぜひ。ではランキング読みますね。じゃあ8位、あ、女性ちょっと待って、びっくりした今ごめん、ハッシーさんが8位とまだしちゃってごめんごめんごめんはい、13位13位、ハッシーさんありがとうありがとうございます。あ、おもろ、8位はおもろいな。で、12位、青森のおっちゃんさんありがとうございます。そして11位、高政さんありがとうございます。そして10位しんちゃんさんかな、ありがとうございます。そして9位ゆりりん、ありがとうございます。そして8位よすよすさん、よすよすナイスグリーンさん、ありがとうございます。そして7位かわんちゅさん、ありがとうございます。そして6位おぎおぎさん、ありがとうございます。で5位ゆうちゃんアットマークマイチカ、ありがとうございます。あれ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 、あ、ちょ、間違えた、マイティダンス中、いつ魅力的、おん、いつも魅力的かなありがとうございますありがとうございます。そして4位ルナポヨマイチカ、ありがとうございます。ポヨンポヨン。そして3位し、あ3位しろちゃん、ありがとうございます。今日もありがとう、来てくれて。顔チーカーのタオル、そうそう、最近なんかチーカーのグッズを身につけてきてくださる方も増えてね、嬉しいんです。そして2位コテハンドッコーさん名前ありがとうございました。コテハンって何やろな。そして1位コスピーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんごめんなさい、13位からです。9位か終了のお知らせああ楽しかった、ありがとうございました。皆さん、では皆さん次は23日の公演もぜひ昼夜なので見てください。バイバーイ。